防潮堤とかもやっぱ実際に目にして、うん、こんなに高いんだとか、うん、逆に言ったらそれだけの津波が来たんだっていうところを、うん、まあ私含め、うん、みんなで、うん、感じる、うん、目にすることで、うん、いろいろやっぱりね感じる部分がそれぞれあると思うので、うん、それをまたどう生かしていくかも大事だと思いますけれど、うん、皆さんがいろんな思いを持ってここで祈りを捧げると思いますけれど、うん、でもその相手の方と会えるっていう感覚も少なくともあるかもしれません。うん、こんなたくさんの人亡くなったんですね。うん、改めてそうですね、このね犠牲者の方々の命を無駄にしないためにも次何かあったら行けなきゃという感じですね。そうですね。